リオモンターニュ、または、リオンイコールスイコールモンターニュは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、カンタル圏のコミューン。ベロンヌ川県北西部にある、リオモンターニュは、ジャンティアーヌ地方の中心コミューンで、ボルカンドオーベルニュ地域圏自然公園の中心部に位置する。ドール連山及び、カンタル連山の中間、標高840メートルの地点にある、 リオモンターニュをベロンヌ川が横切る。この川がプティットリュー川と合流する地点はリオモンターニュと隣接コミューン、マルシャステルとサンタマンダンとの境界になっている。ジュルニアックダムはリオメスモンターニュとサンタマンダンにまたがっている。コミューンの気候は山岳気候である。冬はしばしば霜が降り降雪があり、夏は暑く日照時間が長いが夜は涼しくなる。春と秋は 雨が多く、霧が頻繁に発生する。リオモンターニュ駅かつて広く利用されていた、鉄道輸送は、観光鉄道、ジャンティアーヌエクスプレスとして今も活躍しており、リオモンターニュ駅に停車する。ジャンティアーヌエクスプレスはコーベルニュ地方を走り、一部を、開業が1908年と古いボールレゾルグ、ヌザルグ路線を走る。ローベルニアドパリの創設者、ルイ・ボンネは、今日、 パッケージツアーと呼ばれるものの先駆者だった。1904年、彼は自らの名を冠した列車を作った。1939年まで、彼は割引価格で毎年春夏に故郷の同胞を乗せていた。オーベルニアの中ではこうあるべきとして、これらの客車は非常に特別な雰囲気を持っていた。各駅に停車するごとにカブレットの演奏、スナック、 プラットフォームでの踊りブレーの披露が行われた。こうした旅行は1923年にリオモンターニュで増加した。日本の道路交通の軸が街の中で交差する。モーリアック、コンダ線、ボールレゾリム、ミューラ、サンイコールフルール線である。国道678号線はモーリアックを経由してラゲンヌからラソブタへ伸び、リオモンターニュからコンダの間は、 剣道678号線に格下げされている。リオモンターニュの起源は、ガリア語の地名、リガメイゴスが示しているように、古くがロローマ時代に遡る。リガメイゴスとは、王の市場を意味する。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降、INSEE リオメスモンターニュは、リオモンターニュには、農業従事者が50人おり、牛の地、 元種サレール種の畜産が重要である。食品製造では、カンタルとブルード・オーベルニュの2種類のチーズの生産が主体である。ありがとうございます。